今回は栃木県日光市川治温泉湯けむりの里柏屋さんにやってきました。全国でも珍しい鉄道橋が眺められる絶景露天風呂もあり、大手旅行予約サイトの口コミは 4.8 以上。スタッフの方に宿のコロナ対策について伺ってきましたのでご紹介いたします。よろしくお願いします。早速ですがマスクと手袋をされてるんですね。そうなんです。飛沫予防のためにこういった対策を取らせていただいております。それでは早速中にご案内させていただきます。はい、お部屋のご案内させていただいているときにアルコール消毒一部屋に1本ずつご用意しております。でも館内にも何個かアルコールはありますよね。はい、そうなんです。お客様自身でこうちょっと気になったときにすぐシュッとしていただけるようにご用意してますので、ご自由にご利用いただけます。安心です。安心です。お好きなときにご利用ください。はい、前は5名様とか6名様でもご利用いただいてたんですけれども、コロナ後になってこう密を避けるために今は2人とか3名様のお客様をご利用いただいております。今日ですね、こちらのさつきというお部屋は円卓になってまして、こちらも2人とか3名様でご利用いただいてます。で、朝も行動会食場ではなく夕食と同じこの個室でお食事召し上がっていただけるので、お客様は結構安心していただけますね。そうですね。合同会食場の左右のご案内させていただきます。はい、ありがとうございます。合同会食場、こちらは以前30席ほどのテーブルがあったんですけれども、今は密を避けるために机と机の間隔1メートル離してまして、人なり同士になってもそこまでお客様同士の距離が気にならないような感覚でご用意になりますね。湯けむりの里柏屋ではスタッフ毎日の検温はもちろん、安心安全の対策をして皆様をお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。よろしければいいねボタン、チャンネル登録をお願いいたします。